第2話魔法少女マリアだよ。全知全能を誇る我が守護神よ、その正しき断りに従いて邪悪なる呪いを解きたまえ。どうだキュリス。ごめんなさい、なんとか呪いを遅らせることはできたけど、僕の魔法じゃこの指は外せない。そんなシーラさん、一刻も早く魔術師ギルドへ。呪いっていうのは完全にかかってからじゃ手遅れなんです。でも今ならまだギルドの力でなんとかなるはずですから。目を覚ましたわ。おいメロディ、これどういうことなんだよ。だから今メロディは血も涙もない悪の手先なんですよ。それがよくわかんないって言ってんの。どうしたんだシーラ。なんかおかしいの、体が変。どんな呪いだってすぐに解いてくれるわ。だといいんだけど。なになに、呪いがどうしたんですって。あ、マリア。はーい、なんか面白そうな話してるじゃない。マリアも混ぜてよ。面白くなんかないの、今あんたと遊んでる暇ないんだから。魔術師ギルド行くんでしょ。マリアも一緒に行ってあげる。いいってば。何よ、ギルドはね、普通の人がいきなり行ったって門を開けてくんないんだよ。マリアみたいな一流の魔法使いじゃないとダメなの。はあ、一流って瞬間移動すると壁に激突したりとか、目玉焼きを作ろうとするといつの間にか卵からひよこが返ってたりとか、ゴミを燃やしてって頼むと仕入れてきたばっかりの材料の方を炭に変えちゃうとか、そういう魔法使いのこと。それがたまたま失敗しただけでしょ。たまたましか成功しないくせに。何よ。あのパティちゃん、喧嘩してるんだったら早くギルドに。そうか、ごめんごめん。とにかくねマリア、私たち一刻を争ってるんだから邪魔しないで。そういうわけにはいかないのよ。だって今ギルドへ行かれちゃうと困るんだもん。せっかくの呪いが解けちゃうじゃない。だからそのために私たち。マリアちゃん、まさかあんた。大当たり。多分クリスの魔法のせいよね。それシーラがすぐに男の子にならないんで、モフェウス様カンカンよ。とにかくここから先へは行かせないわ。覚悟しなさい。
ティ、マリアの魔法を避けるなんて。いや、あの、避けてない。そりゃこれはどう。やっ、またしても避けたわね。あんたをちょっと見くびっていたわ。だからよ、誰も避けてないって。必殺の魔法よ。どこが必殺の魔法なのよ。消えちゃったじゃない。おかしいな。この指をこういう形に結んで、はい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 、こうやって注文を。勝手にやってなさい。行こう。これがこうで、な、こら、ちょっと待ちなさいってば。こうだ。魔術師ギルドに行ってしまうではないか。わらわの渡した鏡はどうした。え、あ、これ初めからそれを出せっちゅうに。誰がお前の魔法を使えと言った。お前も男に変えてやる。あ、嘘です、冗談です。鏡よ鏡、モフェウス様にあだなす者を奈落の底へ貶めよ。いきなりどこから落ちてきたんだ二人とも。もう痛いな。もうマリアの持ってた鏡にやられたの。バーって光ったと思ったら足元に穴が開いて。マリアさん、うん、メロディちゃんみたいに魔女の手下にされちゃったみたいなの。なんだって。魔術師ギルドに行くのを邪魔されたわ。くそ、じゃあシーラの呪いはそのままかよ。うん。でアレフたちはどうしたの。一体ここはどこ。わかんない。メロディーを追って湖のそばの壊れた教会に入ったんだ。そしたら中にあった鏡にやられた。パティたちと同じさ。じゃあ出口がどこにあるのかも。はい。そんな何あの足音。来るよ。ねえねえ、こっち